こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの自己愛モンスター認められたいという病という一冊になります。こちらは例えばですね、店員に土下座を、強要する客ですとか、ストーカー、そして、医師や看護師に暴力を振るうモンスターペイシェントなど、この自己愛と、つまりこう認めてもらいたいというこの衝動が強いあまりにこう極端な行動に出てしまう、そういうその内面についてこう分析したというか、分かりやすく説明してくれている一冊になっています。でその衝動というものは誰にでもあるので、そこまで今例に挙げたようなレベルではさすがに極端かもしれないんですが、多かれ少なかれある程度どの人の中にもあるということですので、自分がそういう状況に陥っていないのかどうかをチェックするためにも役に立つ一冊なのではないかなと感じました。でその根底にはその理想の自分と現実の自分とのこの違い、ギャップというものをどう捉えるかということが大切になってきそうです。ご興味のある方はぜひ読んでみてください。